巡航ミサイル、巡航ミサイル、巡航ミサイルは飛行機のように翼とジェットエンジンで水平飛行するミサイルである。飛翔時の玉体は概ね大きな2枚の主翼と1枚の垂直尾翼、小さな2枚の水平尾翼を備えた小型航空機の形状をしている。後部にジェットエンジンを備え燃料タンクが中央になる。後方、誘導装置は弾頭とともに全部に位置する。 団体断,断面形状が他のミサイルのような円形以外にも丸みを帯びた台形のものも存在する。発射されるまでは格納容積を小さくするために主翼と垂直尾翼は玉体内や側面に折りたたまれており、飛翔時に空中でコイルバネのような機構によって転調される。多くの巡航ミサイルでは水平尾翼も同様である。 エンジンは同一の原型でも繰り返し使用される。航空機用と異なり、油圧や指導機構といった、補機類はできるだけ省かれ、コンパクトになるが、圧縮比が低く性能の劣る、延伸式圧縮機を採用するものある。指導には火薬を使用した、カートリッジスタータとイグナイタが使用される。原油の巡航ミサイルの多くが、フロントファンのターボジェットエンジンであるが、後に一部の、 国では超音速飛行能力を獲得するために液体ラムジェットエンジンの開発と採用が進められている。巡航ミサイルの飛行の初期段階は目標地点と発進地点の移動経度情報が与えられ完成誘導と電波高度計による誘導だけで自律飛行が可能である。対地攻撃任務でも敵陣深く侵入する場合には 敵レーダーの探知圏内に入ってから低空を飛行して、レーダーで捕捉されないようにする必要があり、地上の障害物を避けながら高速度で低空飛行するためには、自然の起伏や送電線、鉄塔などの詳細な地表地図情報を搭載の広報コンピュータ内の地形等合線称号、ターコム、テレエンコンターマッチングシステムのような広報システムに入力しおく必要がある。過去には、 この地表地図情報を得るには、軍事衛星などによる偵察が必要だと言われていた。21世紀の現在でも常に、適正国、団体の地表地図情報は巡航ミサイル用に更新されているが、民間衛星による地上衛星画像や地下資源探査用の電波高度計、マップが入手できるので必要な地表地図情報の入手は容易になった。こういった 地表地形に基づく広報システムは、地表近くを低空飛行するためだけでなく、現在の GPS などが存在しなかった頃に正しく、目標をまで誘導するための広報装置としても、使用されていたた、GPS が多くの誘導兵器に搭載されるようになって、巡航ミサイルも起伏変化が必要な地表地形に基づく広報システムの弱点の補完として、GPS による、 広報システムが搭載されるようになっている。GPS システムも備え、ある程度途中で撃墜されるリスクを許容すれば、地表情報を持たずに、地上より十分離れた高度を飛行することで、敵国の深部を巡航ミサイルで攻撃は可能となる。敵国が先進国でなければ、巡航ミサイルをレーダーで捕捉し撃墜する能力を全く備えていない国の方が多く、 海岸線近くの都市を攻撃するには地表情報は必要ない。一方で敵レーダーの防空探知範囲を知ることは今でも難しい。対艦攻撃任務には地表地図情報は関係がない。空中魚雷の構想は1909年のイギリス映画ザイシップディストロイヤーに見られる。無線で制御された飛行魚雷で飛行船がロンドンを攻撃する。 第一次世界大戦時には、航空機から10日後もすぐには着水せずに、長距離を滑空するように設計された小型の魚雷、航空魚雷、エアリアルトーピードが利用されており、これらが巡航ミサイルの始祖であるとされる。同時期には、アメリカ合衆国では、小型の服用機にジャイロスコープを搭載し、目標地点まで自立飛行する飛行爆弾、ヘタリングバグのテストがやれていた。 第二次世界大戦には、ナチスドイツで開発された V1 飛行爆弾が実戦投入された。ドイツ敗戦後、この飛行爆弾の研究及びそれに携わっていた、人は西側、東側どちらにも流れ、それが、双方ともにほとんど全てのミサイル技術に適用されて、行くようになった。アメリカでは、V1 の破片などを六角、研究し、命中精度を上げる研究を、 特に熱心に大戦末期に行っていた。この時期のニュース映画などではロボット爆弾などと呼ばれていたこともあった。大日本帝国軍が戦争末期に利用した特攻兵器は操縦士を誘導装置として利用することで航路修正や目標の補足を実現しており巡航ミサイルの一種という見方も存在する。第二次大戦後は米ソとも 巡航ミサイルを開発したが、ソビエトが一連の核弾頭搭載の大型対艦ミサイルをシリーズ化した。それに対して、アメリカでは長距離弾道ミサイル実用化前に各搭載巡航ミサイルを開発している。ナバホやスナワクなどの大陸間巡航ミサイルや MGM-1 マタドールなどが開発された。また、専用潜水艦から発射する。 核弾頭搭載の戦略巡航ミサイルレギュラーが実用化されている。これらの核搭載巡航ミサイルは弾道ミサイルより着弾時間や悲劇性で劣り長距離弾道ミサイルの実用化に伴い退役した。巡航ミサイルのトマホークが開発されると戦略兵器制限交渉、ソルトの制限にとらわれない当社手段として核弾頭、非核弾頭、対地、 体幹など種類を増やし、冷戦以降は多用されるようになる。高度な電子頭脳を持ち、自動航行装置で長距離を飛行でき、正確に目標に命中する小型高速ジェット機のトマホークミサイルの出現によって、航空船は最初に巡航ミサイルで、敵防空施設、対空装備を破壊し、対空脅威のなくなった後、艦載機が命中精度の優れた、 大力の高性能爆弾を投下し、敵の重要施設や拠点を破壊する方法に変わった。これは、偵察衛星、無人航空機による偵察活動と連携して行われる。巡航ミサイルは主に通常弾頭で、固定施設への精密攻撃に使用されている。アメリカ軍は、湾岸戦争やイラク戦争のほか、アフガニスタンなどの反米勢力、テロリストを攻撃するため、 巡航ミサイルを押した。ロシアもシリア内戦にアサド政権を支援して介入した際、空爆と併用して反政権側を巡航ミサイルで攻撃した。巡航ミサイルとその部品、技術は弾道ミサイルと同様に国際的なミサイル、技術管理レジームの規制対象である。技術的には長射程の対艦ミサイルに近い兵器であるため、 数百キロメートルから千キロメートル以上離れた目標を攻撃できる性能の割に中長距離弾道ミサイルの開発、保有や発射実験に比べて国際社会からの警戒や抗議、反対、圧力が少ない。このため発展途上国や中長距離弾道ミサイル、核兵器を保有しない先進国を含む多くの国も巡航ミサイルを保有、開発している。 日本のザザムマイナス3のように、長射程化、高速化を追求し、巡航ミサイルに近い規模や設計、運用思想を持った大型の空対艦ミサイルも開発されている。ロシアのプーチン大統領は2018年3月1日、予測不能な経路で低空飛行する巡航ミサイルは、ミサイル防衛システムに対して無敵だと語った。2004年の16対抗。 中期防衛力整備計画、平成17年度、平成21年度の原案では、陸上自衛隊は、当初防衛に使用する長距離支援火力として、射程300キロの巡航ミサイルの研究開発を、アタックムズとイマーズの導入とともに要求し、長期の段階では、盛り込んでいた。しかし、連立与党であった、公明党の、明らかに、選手防衛に反し、 周辺国を刺激する自国に対地ミサイルを撃ち込むことになるミサイルの推進方式を改良すれば射程を伸ばすことは可能であるとの反発によっていずれも土壇場で見送られている。また同時期に海上自衛隊は先制攻撃のためのトマホークの取得を赤様に要求してきたという。 2007年11月7日に行われた第10回日米安全保障戦略会議で、玉沢徳一郎元防衛庁長,長官がボドナー、元米国防副次官に対して、中国の膨大な数のミサイルを考えた場合、発射されたこれら全てを撃ち落とすことは不可能。ミサイル攻撃を受けた場合、まず重要施設をミサイル防衛で防護し、すかさず、 アメリカ軍機による相手発射施設の破壊を期待するよりほかない。今後、我が国の防衛力を高めるには、戦術抑止システムの配備を検討しなければならないと述べ、具体的には、巡航ミサイルだ。米国の協力を得て、我が国も保有したいと述べた。同会議において、レーセオン社は日本に対して、トマホークの導入を提案している。2009年に予定されていた、 新対抗策定と中期防衛力整備計画2010で自民党は低減新防衛計画の対抗についてにおいて巡航ミサイルの導入を対艦弾道ミサイルの研究開発とともに要求した。しかし第45回衆議院議員総選挙によって自民党から民主党へ政権交代したので上記の要求は2010年12月17日に決定された。 民主党政権発の防衛大綱と中期防衛力整備計画2011には盛り込まれなかった。2017年12月8日に防衛省は JSM、ローラザムの3種類の巡航ミサイル導入に向けた関連予算を平成30年度予算案に計上する方針を明らかにした。JSM は F-35A に搭載され、 スムとローラザムは F-15J を回収して、搭載される。日本の防衛大臣は、巡航ミサイルという表現を避け、スタンドオフミサイルという表現を使っている。これは巡航ミサイルの導入目的が、長射低下する諸外国のミサイルの範囲外から攻撃すこと、スタンドオフ攻撃であり、敵基地を狙ったものではないという配慮だと考えられる。項目名、正式番号。 名称配分以降は DOD 番号と NATO コードネームを表す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。